皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はパン屋さんの呼び名ということでベッカライということについてお伝えしたいと思います。ベッカライというのはドイツ語でですねパン屋さんという意味になります。ドイツではですねパンのマイスターの資格を持った人がパンを開業できるパン屋さんを開業できるという形になってまして、それで開業している方がねベッカライっていう名前を使ったりします。日本とかでもですねドイツパンとかそういうのを中心にね売ってるようなお店でベッカライっていう名前を使ってやられてるところとかもあるかと思いますけれども、はい、ドイツの方での呼び名というふうになってます。